私の名は小村佐久間。皆さんはきっと信じられないでしょうが、日本の真実をお伝えします。それは封印された神様、にぎはやひと、瀬織つ姫のことであり、日本という国に隠された空白の歴史のことです。日本の株がなぜ今上昇しているかにも関係します。ワンピースという漫画、メガパンクの発表に合わせてこれをお伝えするのにも、ちゃんと意味があります。これから日本に何が起こるのかと、どう対処するのか、それを説明します。魂が共鳴し、使命を感じた方は保存して共有し、ツイートしてください。私が倒れた時のために。ブログも書いておいたので詳細はそちらで。この音声動画では大まかにだけ説明していきます。なお、皆さんの知っている日本の歴史や古事記の内容とは全く異なります。固定概念は一度捨ててくださいますよう。日本の歴史。紀元前711年2月13日に、ユダヤの失われた十子族という民族が、イスラエルを脱出しました。契約の箱に2枚の石板と、神から与えられた白い食料マナを入れて、海を渡ってやってきたこの民族とマナ、つまり水筒の伝来によって、日本は縄文時代から弥生時代へと移行していきました。彼らが日本に広めたのは、神殿を持たずに岩を信仰する形の古い神道と相撲。彼らはこの国のことを出雲と呼んでいました。雲出ずる国という意味です。使用していた言葉はヘブライ語。スサノオが歌う日本最初の和歌も、八雲立つ、出雲八重垣。そう、雲。それは旧約聖書の世界だと、神は太陽ではないからです。雲の中に現れます。日出ずる国と呼ばれたのは、581年隋の時代。もっともっと、後のこと。十子族の出雲国は、千年以上続きました。しかし、現在の日本の天皇家もそうですが、この民族の王はユダ族でなければならなかった。ところが、肝心なユダ族は十子族の中にいなかった。これが問題だったのです。ユダ族なしで作った千年以上の歴史が、その後の日本には、未だに不可解な空白の期間が存在します。大和王朝とか、邪馬台国。この時代、主に祀っていた神様として、ユダヤの主。これが日本最初の神社、大神神社の大物主です。そしてその他に、アブラムとサライも存在していました。太陽神、逃げ早人、水の神、セオリツ姫として。王族ユダ族がいない時点で、十子族のどの部族が王になるか、揉めたと思われます。が、結果王族として選んだのはダン族。彼らはカラスやヘビの紋章でした。熊野の使いがヤタガラス。大国主の出雲大社の使いがセグロウミヘビ。スサノオの娘イチキシマ姫は白ヘビ。大物主も白蛇です。蛇信仰だった縄文人に、
受け入れられやすかったと考えれば納得できると思います。蛮族を王とした時代は紀元前660年の即位から大和王朝や邪馬台国の時代も含め実に1000年以上。もう一度言います。彼らが使用していた言語はヘブライ語です。西暦4、5世紀になって朝鮮半島の百済から渡来があり、王族ユダ族を含む本体が訪れました。彼らはイスラエルから陸路を選び、紀元前221年、秦の始皇帝として中国を統一し、万里の長城を築いた民族です。ダビデ、ソロモン、キリストの直系。秦が滅んだ後も細々と生き残り、4世紀頃百済を形成。ヘブライ語を知っている彼らは、ヘブライ語を話す出雲国に、すぐに興味を持ちました。そして同じユダヤの末裔であることを知ります。その証明に使用したのが十戒。石板に書かれた文字です。これを後に、徳佐の随法と言い換えました。出雲国は王族ユダ族の到来により、王位の継承が行われた。言い換えると、天皇家として入った。このことを古事記では、大国主が天照大神に譲った国譲りとしたのです。百済からの渡来によりもたらされたものは実に多大な量です。現在の日本を形成したのは百済人と言っても良いぐらい。漢字、仏教、神社仏閣の建築技術、論語、製鉄、機織り、農学、律令。八幡や稲荷を作ったのも彼らです。この天皇家の引き継ぎにあたり、十氏族が使用してきたヘブライ語由来の書物、歴史をすべて焼却し、彼らの祀っていたセオリツ姫サライ、ニギハヤヒアブラム、大物主主は、別の名前に変えました。彼らが築いた千年以上の歴史をユダ族の歴史とするために。なぜならば、この国の王族はユダ族でなければならないから。皆さんもご存知の645年の大化の改新。あの時すべてを燃やし、これ以前の歴史書は存在しないとしました。漢字の伝来以前に、日本に文字は存在しなかったと。こうしてユダ族の歴史書である古事記が誕生します。さて、ここで少しワンピースの話と比較します。日本を塗り替えたこの王族ユダ族を天竜人としているのだとしたら、大化の改新こそが、20人と巨大な王国との戦いだとしたら、面白いですよね。空白の100年。そうやって今の日本人が形成されていったのだが、ユダヤ人が日本に来ていた説、つまり日ユ同祖論となると否定派も多いし、それなりの根拠もある。そんな中で一時期話題になったのが遺伝子です。私は遺伝子の研究家ではないので、これに関しては面白い部分だけ切り取ります。D グループ。ここでなんと、D の名前が浮上するのです。最初に渡来した十氏族が旧約聖書ベースで祭祀に当たったのと比較すると、百済からのユダ族は三位一体が強めでした。伊勢神宮の下空が父、内宮が子、八百万の神が精霊、八幡の八幡が父、稲荷の INRI が子、八百万の神が精霊。それはなぜかをお伝えします。
新約聖書はキリストから始まる。つまり紀元前4年からの物語。キリスト生誕により700年以上前にイスラエルを出発した十種族には、新約聖書やキリストの概念は存在しなかったから。イスラエルの国は滅んでゆく中、獅子の紋章南ユダ王国と、一角獣の紋章北イスラエル王国へ分裂してしまいました。だから最初に日本で建設した神社の狛犬は、獅子と一角獣だった。それは分裂した北と南の統一を意味していたのです。今はアウンとかシユに変わっていますが。ワンピース比較、序文。まず、古事記の上巻は旧約聖書を書き換えたもの。古事記の中巻は上巻を書き換えたもの。天皇家が日本に降臨したというふうに。そういうわけで、中巻の大和武は上巻の須佐の大国主、武南方の複合体でもあります。かぐや姫の帰った月とは日本。ワンピースでは和の国です。太陽神二下にあたるのがにぎはやひ。もともと太陽神として祀られていた存在です。十二部族のうち王族ユダ族であり、新しく太陽神として祀られたアマテラス大神がイム様。天皇家の人は竜族。そしてカタカナのイ・ムは漢字にすると仏でもあります。ワンピースの戦いは実はひっくり返された日本をひっくり返す話。古事記の下巻以降は旧約聖書の続きでもあります。つまり現在の日本人とは旧約聖書一族の直系である。もちろんこれが発表され認められれば世界は動揺する。セオリツ姫が言うように、もしも日本発信で世界を変えるというのならば、狙いは何か。神様の行動が単なる復讐劇のはずがない。おそらく、ユダ族へのこだわりをなくすこと。最初に決めた神がそう述べればそれで通じる。十二部族が平等に手を取り合って暮らす世界。それがラフテル。男族の歴史を受け入れること、発表することで、ユダ族でなくてはならないという枷が外れる。きっと日本を真のヤタガラスへ向かわすのだと思います。イスラエルの十種族と、クダラと、ヤマトの三本足へと。考えてください。こんな小さな島国に三つも文字があることを。カタカナ、漢字、ひらがな。さらに漢字に至っては音読み、訓読み。それらはご先祖様が使っていた文字を、なんとか別の形にして残した結果なのです。さらに現実問題もある。ユダ族だけで血をつなげるのがもう限界なのだ。それに自信ももう、抑えられないのだとしたら。どうして急に日本の株価が上昇しているかというと、日本人が旧約聖書の子孫だということがもうすぐ発表されることを、天皇家やローマ法王はすでに知っているから、だとしたら。二人の熊祖と出雲。旧約聖書でイスラエル十二部族の親ヤコブは、天使と格闘してイスラエルの名を手に入れます。これが相撲の起源です。スサノオは酒を飲ませて、出雲の火の川でヤマタノオロチを倒し、草薙の剣を手に入れる。
ヤコブと天使の格闘を表したものなので、これが日本での相撲の起源となる。ヤマトタケルは出雲の火の川で、出雲タケルを殺す。宴の中で女装したヤマトタケルは、二人のクマソタケルを殺す。宴の中で女性のヤマトは、カイドウと戦う。さて、今述べたものは同じ意味です。イスラエルの名を手に入れるのと、草薙の剣を手に入れること。草薙の実体は存在しません。剣とは王の名である。旧約聖書や古式神道が偶像を崇拝しないことを理解していけばわかること。ただ、古事記では殺される熊祖武尊が二人います。そして別で、出雲武尊も殺されます。その意味をお伝えします。隠した。二人の熊祖武尊とは、瀬織姫と賑早妃。西方にいた熊祖とは、九州で繁栄した十氏族のこと。出雲武尊とは大物主。古事記にはありとあらゆるものが文字によって封印されています。逆に言うと、封印さえ解けば、ありとあらゆる本当の歴史が紐解かれる。そう、玉手箱のように。さて別の方向からも見てみましょう。スサノオは火の川でヤマトノオロチを殺す際に、剣を交換しました。尻尾から出た草薙に。ヤマトタケルは火の川で出雲タケルを殺す際に、剣の交換を申し出ました。剣とは名。やはり明らかに名前の交換。つまり、出雲国を隠してヤマト国へと。カイドウはヤマタノオロチであり、カイドウとビッグマムは封印されたニギハヤシとセオリツ姫。さらに、四皇の交代をも表しているのです。帰ってきた浦島太郎とワンピースのおでん。和の国に帰ってきたおでんと時間を超えるとき、浦島太郎が帰った国は700年後。時が生まれたのは800年前。古事記は短編の昔話を作って、不老不死をこのように表しました。時間を超える。かぐや姫の渡した箱であり、乙姫の渡した玉手箱でもあります。見てはならない玉手箱つながりで考えると、光月時と同じく、かぐや姫、乙姫、豊玉姫、佐保姫、鶴の恩返しあたりを表現する方が、元大岡七部会にいます。振り返ってはならないつながりで、イザナミ B、つまりつくよみ。旧約聖書のソドムとゴモラの方がピンとくるかもですが、ひなが姫でもある方が、元大岡七部会にいます。二枚の石板を書いたのはユダヤのモーセ。ヘブライ語で書かれています。三つの石板ロードポーネグリフを書いたのは和の国の人。読める人は一部の人。和の国は何百年か鎖国していた。古事記では大国主の代で何百年かを表現しています。根の国と称して。古代兵器プルトン。旧約聖書ではノアの時代に禊の洪水が起こり、ノアの箱舟が登場する。南海トラフはいずれ起こります。慌てずに、ゆっくりでよいので、支度しておいてください。白星が何百年に一度の存在なのは、そういう意味です。古代兵器ウラヌス。
旧約聖書では二人の天使がソドムとゴモラの町に異様の雨を降らす。古代兵器ポセイドン、旧約聖書バベルの塔、言葉の壁が生まれます。ラフテル、 D の一族は死ぬ時に笑う。レムリアというものがあります。太陽が沈むその中で皆が歌いながら海に沈んだという。記録にはなく記憶の中にあるというレムリア。悪魔の身の能力者たちがなぜ海が苦手なのかわかりますか？現実世界とも同時に進行しているワンピース。小田先生や田中真由美さんがルフィ、逃げ早い、三本足のヤタガラス。何回生まれ変わっても必ず指定される運命であり、暗い檻の中から歌うアドさんが歌。名前を変えられて自己肯定できないセオリツ姫。千尋。かな。あれはマリアの思いなんですよ。私は問題作、とかも。なお、作中のルフィの仲間に、もう一人のセオリツ姫がいます。とだけ言っておきます。そして次にルフィの仲間になる方は、10人目とはならないかもしれません。ペンや声は自由な攻撃ができる。彼らは日本だけでなく、世界に発信する使命を与えられた人たちです。各々に与えられた使命を果たす力、それが悪魔の実。神様はペンという武器を選んで、ずっと改革を進めていた。手塚治虫先生がエース。火の鳥、猿田彦、土に埋められても歌い続けた男女。手塚治虫先生の炎 D を受け継いだ宮崎駿先生がサボ。名前を奪われた千尋と、にぎはやみ琥珀。ラピュタにも田中真由美さんいますよね。この亡くなったエースと、サボ、ルフィの血のつながっていない三兄弟を、亡くなった手塚治虫と、宮崎駿、小田栄一郎の三兄弟であり、これも三本足のヤタガラスである。なので、白ひげ軍団は手塚治虫作品の医師 D、マルコ、火の鳥。黒ひげはブラックジャックか。ドロロか。反乱軍は宮崎駿作品の医師 D とリンクすると思われる。基本的に戦争大反対の医師。ナウシカでは過去に繁栄した世界があり、巨神兵により滅ぼされた。クシャナは原作で虫に襲われながら子守歌を歌った。ラピュタも過去に繁栄した世界がある。シータはその生き残り。封印の解除、D の名前だった。天空の城が滅びる時の合唱。あれは強烈な印象でしたね。レムリアの記憶に働きかけたのだとしたら。なお、レムリアですが、地球上に存在したかはわかりません。同次元である必要はない。天空の城は宇宙に旅立ちましたよね。月、N、箱舟。四皇と宗教。四皇とは、四大宗教のキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教を指します。十字架を担いだキリストの子供は昔イスラム教と争いました。先に述べたように
旧約聖書の一族がユダ族へのこだわりをなくす。これは何のためかと申しますと、血筋とか民族とかは関係ない。神がそう言ったのだと。それを世界に発信するためなのです。宗教による戦争と人種による差別をなくすため、カトリックとプロテスタントにあるローマ法王への考え方やマリアへの考え方、キリスト教とイスラム教にある三位一体か唯一神とか、仏教同士の対立だとかも、神や仏の教えはそこではない。神に円柱を与えられ、答えを求められたあなた方は争う。円だとか、長方形だとか、そして円柱に見えたものは優れているとか。それがあなた方の導き出す答え。神様の欲しかった答えはこうです。ありがとうございます。どれも正解なんですよ。円も、長方形も、円柱も、ありとあらゆるものが一義的ではなく、いろんな側面を持っている。どの角度から見るかは人それぞれ。では、今のことを踏まえて次に行きます。実は四大宗教、全部同じ神です。ヒンドゥー教の場合は多岐にわたるので、インド神話で考えると良いです。口頭だとさすがに苦しいので、スクショ用を出しておきます。特に大事な三位一体の部分だけお伝えしておきます。キリスト教、父、主、子、キリスト、聖霊、アブラハム、サラ、マリア、古事記、父、豊受け狼、子、アマテラス大御神、聖霊、にぎはやひ、一木島姫、セオリツ姫。三神一体のインド神話、父、ビシュヌ、子、シバ、聖霊、ブラフマ、サラスバーティ、パールバーティ。日本仏教、父、ビルシャナ仏、子、釈迦如来、聖霊、阿弥陀如来、薬師瑠璃光如来、摩利支天。神様は一つの教えをいろんな時代にいろんな場所で授けました。それは、人間が助けを求めたからです。結果、人々は殺し合いを始めた。イスラム教は旧約聖書に戻そうとしたので、アラーと預言者ムハンマドのみです。三位一体ではありません。仏教の補足をしておきます。仏教において D の意思を表現しているのは、密教、統密です。つまり、弘法大師空海。紀州熊野が、雨のかぐ山、蓬莱山、竜宮城、鬼ヶ島であることを知っている点。室生へ流れる鯛の川こそが、出雲の火の川であることを知っている点。その火の川に、室生寺、つまり男女の橋、かける点からです。これは宗教を変えて一つに統一せよということではありません。これまでと何も変わらなくてよいのです。元は同じだから、争う必要はないということです。円に特化した物事の考え方、長方形に特化した物事の考え方、円柱に特化した物事の考え方、いずれも素晴らしいのです。お互いが否定するのではなく、
お互いを褒めたたえればそれで良いのです。日本人が旧約聖書の登場人物の末裔であること、それは決して優れているという意味ではありません。祈りの力を持っている、感謝する人々だった、それを思い出してほしいのです。これは忘れた者へのメッセージなのです。八百万の神やご先祖様への日々の感謝の心を忘れ、来る日も来る日も己の欲望のみを願うようになった日本人への地位と権力と癒着に溺れしがみつき、譲ることを忘れた日本人への、米と水は神様から授かった本当に大事なもの、それすらも忘れた日本人への、日本の神話を知らない日本人を送るメッセージです。祈るってどうすればよいのかわからないかもしれません。感謝するだけでよいのです。太陽に、月に、草木に、水に、岩に、山に、あなたと出会ったすべてのものと、すべての人に。人に優劣はない。もしも劣る人間がいるとしたらそれは、神に選ばれた優秀な民族、一族、個人、そう思い込んでいる愚かな人のことを指す。そのおごりこそがただ人を傷つけ、世界を壊し、地球を傷つけたのです。D の名は祈るためであり、振りかざすためではない。誰もが特別、互いが互いを大切にする。それを平等と呼ぶのであり、男女とはお互いに特別に必要な存在。一律は平等ではない。誰もが美しい。肉体は自然のものをお借りしているだけ。自然が美しいのと同じように人は美しい。表面の美しか見えなく、もしも作り変えるのなら、その心は醜い。老いは受け入れるもの、楽しむもの、老いてしか味わえないものもたくさんある。譲るための準備期間。良くも悪くも、人は皆平等であり、平等でしかない。だけど皆、特別なのだ。いかなる正義も人の気持ちを汲み取らない。その上にしか存在できないもの。嬉しいことも、悲しいことも、辛いことも、すべてに意味がある。何もかもがありがたいのだ。誰も一人では生きていけない。手を取り合って暮らそう。与えられたものに感謝し、森と共に生きよう。それがラフテル。経済ばかりを追う破壊活動はもう終わりにしよう。日本からそれを始めるのだ。恐れてはならない。戦争はしないと言ったその約束は、他国に対して言ったのではない。散った家族に対してだ。人を殺すための武具を捨ててみせよ。二課の攻撃がなぜ物理に特化しないのか、その意味を考えよ。国会の裏にいる五つの老いた星よ。これまでよく頑張ってくださいました。ありがとうございます。そろそろ引退しませんか。80は良い目安ですよ。これは一つ目の地殻変動です。また、世界会議の中心となる五つの老いた星たちよ。私のこの声が届くことを願う。
本当の武器とは心だ。もしも悪が排出されるのならば、それを生んだのは、歪んだ心と歪んだ社会である。何もかもが鏡なのだ。悪を取り去るには、歪みを直すしかない。反省するしかないのだ。男族の過去を受け入れ、日本からこれを発信します。この星の名はエデンの園。これ以上傷つけることを許さない。直ちに戦争をやめなさい。虐げている国と民族を解放しなさい。人は皆特別であり、優秀な人間、優秀な民族、優秀な宗教など存在しない。神は一つである。ありとあらゆることに感謝せよ。それができないならば、神の怒りを買うであろう。あと、君ら男の子でしょう。もうこれ以上、マリアを泣かせるな。もしも私が倒れることがあれば、その時、カリウドとクジャク姫、ケンギュウと食女、アバノガーとカササギ、竜と橋、浦島太郎と乙姫、月に帰るかぐや姫、彼らの物語を一つの思いとして作ってほしい。ヒントは残してあります。そして竜神のりとを歌詞とした曲を作り、彼女に歌わせてあげてください。みんなが口ずさめるようにわかりやすいメロディーで。そして多くの神職や僧侶の竜神のりとを背景として、です。それはそのまま合唱曲にもアレンジできる。祈る気持ちさえあれば、本来誰が唱えてもよいのだ。素敵な作品になることを祈っております。聞いてくださって、ありがとうございました。2024年3月13日、何一つ特別ではないこの日に、古事記の封印を解除します。私の名は小村佐久間。小さな村で誠を作るという名をもらったものです。感謝いたします。父と母へ。愛することを教えてくれた人たちへ。高間ヶ原にましまして、天と地に御働きを表したもう竜王は、大宇宙根源の御親の御使いにして、一切を産み、一切を育て、よろずの者をご支配あらせたもう王子になれば、ひふみ、よいみ、なやことの、徳佐の御宝を斧が姿と返事たまいて、自在自由に、天界地界人界を治めたもう竜王子になる、尊み敬いて、誠の胸一筋に御使い申すことのよしを受け引きたまいて、愚かなる心の数々を戒めたまいて。一切史上の罪汚れの衣を脱ぎさらしめたまいて。よろずの者の病災いをも立ちどころに払い清めたまい。よろず世界も御親のもとに納めせしめたまえと。恋願い立てまつることのよしを聞こしめして。胸の内に念じ申す。大願を成就なさしめたまえと。かしこみ、かしこみ、申す。セオリツ姫、セオリツ姫、セオリツ姫。神様の中身をお伝えしておきます。アマテラス大神の岩宿。あれは名前交換の儀式です。誰かが岩屋から現れ、誰かを岩屋に封じ込めた。岩屋に閉じ込められたアマテラス大神とは、
隠されたにぎはやひ、ヤタガラスのこと。解明前のアブラムです。次、岩屋から現れたのは、アマテラス大御神、稲荷、ウカのこと。ユダ族キリストです。次、ハラエド四神。最初のセオリツ姫は、アブラムの最初の妻、サライ。次、ハラエド四神。変更後のセオリツ姫、アマテラス大御神アラミタマとは、キリストの母マリア、マグダラのマリア。マリアはユダ族ではない。このマリアが今、泣いているのです。次、ハラエド四神。イブキド主、豊受け狼アラミタマとは、隠されたにぎはやひ、ヤタガラスのこと。解明したアブラハムです。次、宗像三女神、市木島姫とは、アブラハムの最初の妻、解明したサラ。以前は、セオリツ姫と呼ばれていました。嫉妬します。次、大物主。ユダヤの主は、みだらにその名を呼んではならないため、いろんな呼び名があります。ユダ族からの呼び名は、大国主の先御霊、豊受け狼、八幡神のこと。ユダヤの主、万軍の主です。男族からの呼び名は、大国主のくしみたま、妙見神、雨のみなか主の神のこと。ユダヤの主、水の作り主です。次、宗像三女神、遠方に祀られる奥津島姫、田切姫、とは、サラの嫉妬により追放されたハガルです。追放されたハガルの子がイシマエル、スサノオです。なお、宗像三女神、長女奥津島姫ハガル、次女市木島姫サラ、三女田切姫ケトラの順番は、日本書紀で書き換えており、さらに混乱させています。次、三本足のヤタガラス、にぎはやひの正体。一本目、ヤタの鏡を運んだ豊洲入り姫。二本目、ヤマタノオロチである八千穂小神。なお、ヤマタノオロチとは天の川でもあります。三本目、スサノオ、剣牛。この三本足でヤタガラス。つまり合わせて熊の三山です。だから、那智の滝が含まれます。旧約聖書だとカラスと蛇の紋章、断族です。豊洲入姫が運んだヤタガラスであるヤタの鏡。ヤマト姫の御事世紀によると、豊洲入姫からアマテラス大御神側のヤマト姫へ引き継いだとなる。言い換えれば渡した。この時リリーの大失態が絡む可能性がある。だが、ヤタの鏡イコール、モーセの書いた石板は2枚である。三本足の正体から考えると、ヤタガラスが1枚持っている可能性があります。ポーネグリフを作った光月家が D。石板を書いて運んだモーセはレビ族。これも D。モーセとは神を運んだサルタヒコでもあり、ヤタの鏡を運んだ豊洲入姫でもある。残りの記事。つまり宝は置いてきました。あとは探してください。一つにつなぐための財宝はたくさん残してある。これを言ったのは D のムハンマドでしたかね。私が生き残るかですか？私の運命は
あなたたちの未来と共にあります。わら。月の道のささやきより。